相手が自分をどう見るかな他人のじゅ塾で生きてきたお金,お金もかなり稼いでらしたのにね幸せじゃなかった幸福感っていうのは全くなかったんですよそれでなんか天気はどんなことがあったんですかえと大暴落の時ですね一旦すてんてんになってしまったと <laughs> で今日はちょっと、えー、私のですねあの、えー、IT のメンターでいらっしゃる 高島先生をのチャートをちょっと読みたいと思います。実は皆さんね、今、オンライン、星込みオンラインスクールで、えー、ちゃんとそこで見られるようになったでしょであの、ごめんなさいねあの、オンラインスクールからでしか見れないんで、オフラインで見ることはできないんですよ。それはがめごめんなさいね。うん、で、あのオンラインスクールの とか今皆さんがいろいろと申し込んでもらったりとか、まあ、この2年間なんですけど、えー、その前に、あのー「コンシャセンサストロージの」あのー、学習サイトも作りましたねか今ブログとかいろんなのをこう作っていただいてるの全部高島先生に <laughs> お願いをして私が毎週毎週コンサルをしていただいてそして私はそれをやり方は学べばできるんだけどそれやってると時間ないんですよだから高島先生に お任せして作っていただいてるんですだからもう皆さんが 本当に学びやすい環境を作ってくださってる裏方のティームハルミの一番大事な中心の,、えー <laughs> あのえー、役割をしてらっしゃるのが高嶋先生で、あと、井出浦さん、美佐子さんと、えー、斉藤直美さんっていう本当に素敵な事務局の3人がティームハルミなんですね、私を入れて。<laughs> でね、みんなでね、皆さんが本当に学び,学びながら自分と向き合っていける、あの本当に 私もいつも思ってますけど、ティーム春の海はみんな、皆さん一人一人があの輝いていけるようにあの努力してますからね。でも、その先生のちょっと今日はチャートを少し読んでみたいと思います。で、えー、高島先生はこういうチャートなんですけど、アセンダントがおひあの、えー、とカニ座なんですね。で、ちょっとここにね、もう,こう書いときましたから。あのー 今すぐに分からない人は後からこの動画見ながらここも読んで、あ、そういうことかっていうふうにちゃんと読めるようになってください。ここまで読めるのはまだヴィーナスになってもここまですぐ読めるとは限らないんで、でもポイントだけかあのかあのお話し,しますね。まずアセンダント見るのすごく大事なんです。で、カニザのアセンダントってことはカニザの支配性っていうのは月でしょ。だから月をしっかり見なきゃいけないの。だから月はここにあるんですよ。月は魚座ーーでキューハウスです。 高嶋先生は、カニ座のアセンダントで同じように、月は12ハウスじゃないんだけど、魚座にあるわけ。だから、このカニ座と魚座のシンセサイズっていうんだけど、それが一緒になって、でも高嶋先生の場合は、9ハウスだから、9ハウスってのはもともといて座のハウスでしょだからそこにイテ座が入ってるんですけど、いいかなこれどういうことかってな後で解説しますけど、もう一つ、この月は、ここに海洋折衷がいるけど、 えー、とサソリ座の22度で月は19度だからここトラインなんですよ120度って、ね。ってことは海王星ともアスペクトっていうね、えー、120度だったり90度だったりいろいろあるんですけど、えー、とこの,あのブルーで書いてあるのは割とスムーズに流れるエネルギーなんで割とこうエネルギーが流れやすいエネルギーなんですけど海王星も魚座のエネルギーがあるからこの月は ウォーザがダブルで,強いわけ、ね、でえっ、ー、とじゃあじゃあそれどういう意味かっていうのは今ちょっと解説しないけど後でちょっとお話ししてあげるけど太陽はどこにあるかなっていうと双子座なんですよだからで11ハウスにあるのねだから双子座って風のサインで学びでしょだから高島先生はものすごくやっぱり学ぶこととかコミュニケーション取ることとか情報とか すごくいろんなことに興味を持ってこうマインドを使っていくのはすごい好きなのね大好きなのねでそれが11ハウスっていうのは水亀座のハウスだからあのえっ、ー、とすごく水亀座的なエネルギーを持ってるんですけど必ずこの双子座の太陽だったらこの双子座は何何が支配してるかっていうと水星でしょ双子座のルーラーは水星だからこのルーラーがこの太陽にすごく影響してくるわけ。 だから必ずそれ見なきゃいけないんですよ。こういうふうにして必ずその太陽が双子座にいたらそのルーラーは何かっていうのを見ていくのこれ正確に言うとルーラー,ルーこの双子座のルーラーなんだけど太陽のディスポジターっていうんですけどこういったことを丁寧に丁,丁寧に読んでいくことを徹底的にビーナスになったら最初やるんです。ね、そうするとねこの彗星は彗星はやっぱり双子座と同じ双子座の アーキタイプだし彗星は乙女座も支配してるから乙女座のエネルギーも入ってくるんですけどだからマインドなんですよだけどそれは何にあるかってニ座にあるわけカ座ってのは感情をしっかり感じるところでしょだから高島先生って太陽はオフあの双子座でだから今でも it とかこういういろんな情報をきちっと整理してねあんなすっごい大変なことを全部あの もう私、じゃあ頭の中どうなっていくかわからないんだけど、ちゃんとね、目の前で私のコンサルしてくださってね、じゃあ、はるみさん、これはね、こう言って、こうやって、ちゃんとね、あのデザインをね、してくれてね、ここをこうやったらこうなるでしょみたいなことを、ちゃんとこう、図式化して、すぐできちゃうの、そういうのがね。だから、すごくマインド強いんだけど、でも、そのマインドには必ず感情が必要なんですよ。で、過去世で、 あのこれ以上詳しくは言わないけど10 12ハウスからアセンダントをしっかり読んでいくんですけど12ハウスにある星とか12ハウスの状況っていうのは生まれる前のついこの前の過去世でどんなことを経験してきたかっていうことが大事なんで高島先生は双子座のようないろんなところとコミュニケーションしてすごい多文化とかいろんなことに興味を持ってるんだけどでもなんかその,そ,のそれだけじゃなくて自分の中の カニ座のような弱い部分っていうかな。甘えもの部分っていうかな。お母さんのような優しい部分って言ってもいいよね。カニ座ってね。蟹座ってお母さんだったり、いちゃい。子供のような無邪気な。自分の中のこう。弱い部分も自己開示するうん。自分のプライベートなこともあのうん、ちょっと今今ちょっと怖いんだよね。っていうのをすらって言える人と自分のそんな弱み。なんか絶対見せたら。 うんとえー、と何されるか分からないっていう不安になってる時はそれ見せられないっていうこともよくあるんですけどそういった感情とマインドがをすごく、えー、学,学ばなきゃいけなかったし学ぶような環境にいたんですよ昔。でここにカイロンともスクエアだから何かね、えー、ここも12ハウスのエネルギー入ってくるでしょウォザのエネルギーがだから魚座っていうのは割と右脳なんですよ。 時間と空間を超えて全部混沌としてるところなんだけどそこに彗星という左脳でロジックでこういくところがまた感情のようになかなかロジックじゃ分からないようなものと一緒になってるから高島先生にとってこのマインドと感情をうまく統合していくっていうことが根性の大きな課題だなっていうのがすごい分かるんです。特にアセンダントがカニっていうのはは根性は このカニ座の視点っていうのを、で、物事を見ていくことを学ぼうとしてるんですね。だから、えっと、そして金、えっと、ノースノードが大石座なわけだから、今年、あの、今年、まあ、六度だから、来年になるね。来年、高島先生、ノード解禁になるけど、サウスノードが、あの、サソリ座じゃないですか。だから、ノースノードの支配性は金星でしょ？だ金星は1ハウスにあって、またカニ座なのね。だから、この金星は。 すすごいい優し金星で,すよでカニ座だからそういう自分の中のもろさとかあの弱々しさも嬉しさもそれから、えー、と受け取る力とかそんなこともすごくた持ってる人だからあのえっ、ー、とすごい男っぽかったとしても自分の中にはそういう女性的な優しいところがあるんですねお母さんみたいなね。そういういものがあるんだけど、えーと でも、この濃度に対して、えー、こっち、このサウスノード見ようか。サウスノードはサソリだから、その支配性は冥王星じゃないですか。で、冥王星がまたサンハウスで、またこれ双子座のハウスでしょだからこれマインドが大事なんですよ。で、サソリ座っていうのは深い感情と向き合うとこなのね。だからその深い感情でこだわってる感情の冥王星が、でも、 マインドのハウスのサンハウス、それも乙女座ってのもまた知のサインなんだけど、マインドなんですよ、頭の中で。だから、高島先生はこの、この、この、冥王星と、えっと、天王星が乙女座で合になってる世代、ね、えっと、M さんもそうだったかなうん。あと、えっと、T さんもそうだったかなちょっと、ちょっと、今、どっちがどっちだか覚えてないんですけど、そうね、M さんがそうだったね。こっちが、でも、土星がおあの、彼女は、 上だったけど先生はお羊座の世代なんですねだからここでもこの天皇星もすごくマインドを表すじゃないだからすごくマインドっていうのが強いんですよ。でも感情こ,このサウスノードの深い感情みたいなところっていうのもテーマになってる。だからそれ見ただけでもマインドと感情の統合っていうのがすごくわかるわけ。そして この必ず濃度軸に5かスクエアっていうのがとっても大切な役割をしてくるんですけどこの木星もがちょうどこれスクエアなんですよだからこの木星は何かっていうと今度はカニ座じゃなくて獅子座なわけで木星っていうのはもともと高島先生の月があるキューハウスの伊手座の支配性でしょそれが獅子座にあるから獅子座の支配性っていうのは太陽だから ここののの太陽とこの木星っていうのはまたすすごくリンクするわけそうすると獅子座っていうのは思いっきり外に出て「俺はジャイアーン!」ってこうもうあの思いっきり「俺はこうしたいんだ!」っていうのが木星だからどんどん広がるわけね。だから自分の中のこう弱いところも全部「うんこうちょっと今日はちょっとつらいな」とか「泣けてきちゃったよ」みたいなことも開示するエネルギーもあるけどでもそ,そういうのを最初のうちは多分。 見せられなないよようなエネルギーを持ってるんですよだから多分若い時は、えー、とそういったことがすごい苦手だったんじゃないかと思います。でも、えー、と本来の自分のそういうなんていうかな、えー、いわゆる社会の中で「めめしさ」みたいなものって言われてる男なんだからみたいなところそういったものも受け入れることで何かすごく成長できるエネルギーなのね。もう一つ、えー、とここ 火星ってすごく大事なんですけどこのアセンダントとこの火星と土星が特に火星がね15度で、えー、とアセンダントが16度だからかなりタイトなスクエアなのねこういう風にアセンダントとスクエアになってたりするとこれすっごい大事なエネルギーなんですよそうするとこの火星っていうのはもともと押しつい座のエネルギーで分離して自分になろうとするエネルギーだったでしょエンジンみたいなエネルギーでしょだからそれが天秤座にあるのでも。 天秤座ってお羊座の反対側のサインなんですよ。で、支配性、禁制でしょだから居心地悪い火星なの、この火星は。で、このか天秤座っていうのはどういうことかっていうと、常に相手を見ようとするわけね。そして、乙女座と天秤座の共通のエネルギーは何 っって言ってビーナスになったらこれ答えられなきゃいけないんだけどまだ入門コースを学び中の人とか入門コースも学んだけど全部消化しきれてない人のために言うけど乙女座になったら下の1ハウスから6ハウスまでの最後のところだから自分の自我を完成させるところだから俺はジャイアンって獅子座の時はジャイアンは自分があのた多少音痴でも歌が好きなら歌が好きだみんな聴け聴けってやってたわけねでもあれ耳のないドラえもんまでこんなにしてるってなんか自分は ちょっと足りないとこがあるのかなって言って自分のことをちょっと見返ってもっと自分を高めていこうとするのが乙女座のエネルギーだったでしょだから乙女座って欠如感見見るるんんででですすよよ自自分分のの中のできてない自分見るんですよそれから天秤座は今度は自分が持ってないものに惹かれるからやっぱり欠如感見るんですよ。欠如感見るってことは自分の足りないところをもっと補ってもっと良くなろうという意味で。 すごくくもっとととと良なろういうところろうういここで完璧主義者のところがあるるわわけわかる乙女座と天秤座の共通点は自分の中のできてない部分に注目してそれをもっと高めるために完璧になろうとするところがあるわけ。そして天秤座は特に相手と一緒に平和に協力してやらなきゃっていうところがあるから自分がこうやりたいっていうのと常に葛藤があるわけ。 でこの反対側に土星がいて今度押羊座だからお羊座はもともとこの火星が支配しているところでしょだから高島先生の中には常に自分っていうのとそれから相手っていうのとそれからでも自分はこうしたいんだっていうんだけどそうした先からあの自分のな,なんていうのかな欠如を見てねだから相手に認められないと 自分は認められたっていうふうに思えないところがあるんですよ。そういうでサソリ座がサウスノードっていうことはそういうパワーストラッグルがいっぱいあった自分を信頼しようと二重先から何か裏切られたりしてで相手に認められようとして相手が認めてくれなかったら自分は、えー、と価値がないんじゃないかっていうふうにいろいろとその中でいろんな葛藤を感じた感情があってでもさそういう感情を見せてしまうとなかなかえっ、ー、と えーえー、自分の弱みを見せてしまったら自分は負けなんじゃないかみたいなそういう、えー、と感覚を持つような経験を多分過去世でたくさんしてるはずです。なぜかっていうとまあさそり座だしこのさそり座に多様性があるってことはなんかすごく過去世で苦しい経験してるところが多いんですよ。あと月っていうね自分の一番こうプライベートなところが一番魚座っていう。あの 一番プライベートにお家の甲羅で守ってもらわなきゃいけないところが時間も空間もないような技の中にいるからいろんなものが入ってきちゃうのね。同じなんですけどここ、過去世でそうい,う,そう,いう,こう人から認めてもらいたい仲良くしなくっちゃいけない自分だけ言っちゃいけない、うん、あのフィットインする、うん、とにかく協力していこうっていう気持ちと。 でも自分もやるんだっていうところであの何かね葛藤があったところがあります。だからえっ、ー、とちょっと高島先生に聞いてみたいんですけど高島先生ちょっとお顔出していただけますあ先生すいませんいやこんではこにちどうですか先生なんか心当たりあります そうですねまああの自分の弱みをね出さなかったっていうのは、うん、本当、今まではそうでしたね、特に、えー、はるみさんとこうご縁を頂い,いて出会うまでは本当に自分の弱みを全部隠して、うん、あの強いところだけ見せるっていう、うん、そんな生き方をしてきましたね、この50年ぐらいそれで、あれどうですあの ノースノードがおいしっていうのは今解説してなかったんですけど、うん、これあのなんかじ自分をしっかりと認めてあげるっていうことを学ぼうとしてるんですよ。ん過去はなんか自分のできないところもっと強くなるために一生懸命もっとよくなんなくっちゃってやって、うん、その中でなんか葛藤があったような感じがするんですけどうどうですそうですねまああの僕もまあ普通の家。 にに生まれて、まあ、別に裕福じゃなかったでですけどねでやっぱりあの上ばっかり見ててああなりたいこうなりたいっていうまあ,あの <laughs> お金持ちになりたいっていうのは当然なんですけどいろんなその煩悩がもうめちゃくちゃすごかったんですよやっぱり、うん、<laughs> ああなりたいこうなりたいっていうのが。でそれは何かっていうとあの他人にどう見られるかっていうとこだけをこう意識してこう頑張ってきたとこがあるんですよね。このこの,この双子座の あの双子座じゃないあの天秤座ののそうですよねうん、うん、あの相手からどう自分が何かしようとするとたんに相手が自分をどう見るかなそうなんですよそして相手からこう認められないと自分は力がもらえないっていうふうに思っちゃってるところがありますねだからもう本当自分塾じゃなくて他人の塾,塾で生きてきた、うん、他人がどう見るかとかだから、うん、いくらお金稼いでもいくらまああのねなんかあの 成功したとか会社建てたとかってなってもこれは自分がやりたいことじゃなくて他人がどう見えるかあ,あいつなんか成功してるらしいなとかなんか <laughs> いい服着てるなとか <laughs> そういった自分がしたいんじゃなくて自分をどう見せたいかだけでこう走ってきたんですよね。自分がなかかっっったたてていうかうでいろいううでろろ、まあ、情報を取ったりなんかしてこう まあ時代の波にも乗れたんでいろいろなあのインターネットでねビジネスをさせていただいてきたんですけど、うん、本もねベストセラーの本も書かれたしねでもねあのー、やっぱりむなしかったんですよね幸せじゃなかった本当に<ー>はい<ー>幸福感っていうのは全くなかったんですよ、うん、お金お金もかなり稼いでらしたのにねそうですねでまああの散財もしても、うん、<laughs> あれだったんですけどあのー、えー 本当に、えー、お金があれば何か幸せになれるんじゃないかって、まあ、思っててそこに走ってきたんですけどね全然違ってましたね<ー>うんお金いくら稼いでも、まあ、あのいくらあの目指したところにたどり着いたとしてもそれでなんか天気はどんんなことがあったでですすかそうですねで、まあ、あのいろいろ、まあえー、っとビジネスがまあ軌道に乗って結局もう自分では上がったと思ったんですよ。 もう働かなくてもいいなと <laughs>。で、まあ、10年ぐらいずっと,こう、うん、と会社を経営するしてるっていう体でまあ遊んでたわけなんですね。でもやっぱりそ,のう,んとそういった生活ってそう長くも続かなくて、やっぱりうんと7あ8年、9年ぐらい目あたりからこうあちょっと怪しいぞとは自分では思ってたんですけど、で、えー、と天気が来たのが2018年ですね。 それまでやっていたサブスクリプションのビジネスがまず傾いてきてもあの収入がなくなるでまあその当時焦ってたんでビットコインに手を出したんですね <laughs> で持ってたお金全部あのフルベッドしてあのビットコインに入れたんですけどあの2018年かなあの、えー、と大暴落の時ですねあんでもうあの 一旦すってんてんになってしまったと、いう感じ、うんうん、そこがやっぱり天気でしたね。うん、で、その後に、はるみさんに出会ったんですよ。うん、19年の。そうです。そうです。一年間は本当苦しかったですね。うん、まあ、あの、僕自身はそんなにね、あの、もう死のうとかっていうのは全然なかったんだけど。これがどうすっかなっていうのね。<laughs> 今までの、あの、いい生活から、まあ、全く、あの。ご飯食べてる、食べていけるぐらいの収入しかなくなったんで。 うんうん、ああこれどうするかなと思ってて、うん、まあそこで、えーとまあ、今まで培ってきたスキルで、まあ、助けてくれる方もいらっしゃったんで、うん、お仕事頂い,いてあの、うん、ちょっとずつやってて 1>、うん、で1年ぐらい後にはるみさんに出会ったんですよね。あのなんてうんですかあのオンドメディアの あの講座をしてくださるっていうのでお会いしたんですよね。うん、でそこでまあお願いしたんですけど、はい、でちょうど2年私もお世話になって、最初はやり方を教わりながらでも私とじゃできないんで先生にまお願いして、うんはい、あの。はい もうその時全然お金がなかったんでちょっと先生 <laughs> あの分割にしてくださいって言いながら先生にいろいろ協力してもらってやったんですけどそれであの毎週毎週カウンセリングしていただきながら、うん、私も先生の半分カウンセリングしてあげたりしてそうそう何か気づかれました。あ僕本させていただいている中ではるみさんね、うん、あの僕のこういったあの星を見て。 い本当にはいでそこでまあ僕あのアストロイドがあの全く分かったかったんですけどなんとなくこう、うん、はるみさんからあの先生こうしたらいいよとかあのあしたらいいよとかっていうアドバイスをあの、まあ、毎週のように受けてるわけですよね逆にね <laughs> でえっ、ー、と「新月ノート」もねこんな顔してますけどちゃんとつけてるんですけど <laughs> 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 でまあ、あのそういったところで、あのどん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 こうる美さんと接触して、こうアストロイジーっていう,の,をこう、ね、あの、すごさをね、一番じ実感してるんじゃないかなと、僕自身は思ってるんですけどね。やっぱり、その前みたいに、強ががることななくなりましたそうです、えー、ともうあの自分塾でいきなさいねっていうは美さんからのこう、まず一つ目のアドバイスだったんですね。い、うん、いろいろこう話してて そうだよな今までは本当他人にどう見られるかだけだったよなと、そのためにお金稼いでたみたいな感じだったんですけど、じゃあ自分があの、はるみさんもおっしゃってるように、ワクワクすることって何っていうことで,で、そのワクワクしながら、まあ、ビジネスできる環境ってど,うどんな感じなんだろうとは思ってたんだけどこう、はるみさんと一緒にこうあのいろいろプロジェクトとかあの進めていくうちにあの、ワクワクしてくるんですよね、はるみさんと一緒にこうビジネスができると。 どうしてですかえっとねそれははるみさんの情報っていうのが、まあ、アストロージーじゃないですかでアストロージーって本当に人を助けるあの、うん、役に立つことだって僕自身があの体感したわけですよねあ,<ー>ありがとうございます広めたいと、うん、<で>あと僕自身はまああ,どあの,そのアストロージーわかんないからあれですけど、うんうん、はるみさんが出される情報っていうのは必ず人の役に立つっていうのは まあ僕が一番分かってるんじゃないかなと思って。 あのいろいろ私のセールスページとかいろいろとあの作っていただくときに、えー、受講生の人のインタビューの動画を編集してくださったりとか、うん、そういうのでたくさんの声を聞いたりとかはい、はい、で,、ね、でまあアンケートであのシェアしてもいいっていうのをこうセールスページの中に入れていただくので、はい、たくさんのそういう情報を見てるとはるみ、はい、さんの,あのしてる仕事って本当に人を幸せにしてるんだなって思ったんですって言ってくださいましたよね。そ、はい、そこが本当にそうするとじゃあさんのこう を知ってもらうために、まあ、僕はあのマーケティングの、まあ専門家なんで、どうやったら晴美さんを知っていただけるかっていうのを、こう、あの、うんと、いろいろ考えるわけですよね。あの、その時にはやっぱめちゃくちゃ楽しいんですよね。ワクワクする。<laughs> ありがとうございます。はい。本当、こうやったら、もうちょっと、あの、いろんな人に、あの、晴美さんのことを知ってもらえるなっていうのはね。じゃあ、あれもしよう、これもしようって、まあ、こっちの僕の中にある引き出しをガンガン、あの、引っ張り出して。<laughs> あのこれもやりたいありもやりたいって思ってる時はめちゃくちゃわくわくして幸せな感じ、うん、あ,あ<ー>これが幸せを感じながらビジネスビジネスでやっぱり幸せ感じないと、まあ、長続きしないんだろうなってのは本当によくわかりますね今体感してるんです、ね、で,で先生ほらあのこうノースノードがおうちだっていうのは、うん、自分で自分を認めることなんですけど、はい、それはどうですか最近。それがねあの今まではできなかったんです。 まだだ、まだだっていうので、まだ足りない、まだ、まあ、お金も足りないし、もう情報それによって情報、お金のために情報を取ってたって感じなんですけど、で今は、その、こう、今まで培ったスキルっていうのは、無駄じゃなかったよねと、こうやってはるみさんのお役に立てるってるじゃないっていう、結構、高島もやるじゃんっていう <laughs>。<laughs> そうですよね。ででなんか、うん、で私がその、うん あのもっとはるみさんこうしてあげたいなと思ったらそのアメリカのシステムで,こううでオンラインスクールみたいなのもできるで,で,でも英語はできないけどそれを教えてくれる先生にやっと出会えたから、はい、じゃあ僕学ぶから <laughs> ってすごい学んでくださって、ね、<laughs> だからね本当 <laughs> うん,うんそういったモチベーションで情報を取りに行ってるのとお金になるから取りに行ってたのとは全く違うんですよね。 誰かの役に立てると思ってやれることっていうのはすごい幸せ幸福感を感じるっていうのはねここ2年間で本当に学ばしてもらいましたね。それによって自分をこうねあの認めることができる自分だあのらしく生きていいんだと。うん、で弱みもはるみさんにも僕弱みじゃガンガン出してるし。<laughs> あのいろいろこうね <laughs> あのまあ今までの人生なんかもうジェットコースターみたいな人生なんで僕の場合、うんうん,うん,うん、うん、あのー、ねさそうじこれだけ、はい、あのさのうあるとねそうですよね、はい、うん。だからまああのいいところもこうガンと行くときは行くんですけど、うん、うん、失敗するときは本当にね、うん、あの他人にごごつんと落ちちゃって <laughs> どうしようかなとうんうんその中でまた這い上がってっていうかあのこう復活していけ。 来たのはこうやっぱりその、うん、宇宙のそのサポートうんがあるんですよ先生じゃないかなっていうのはねこれはねす,すごいあるんですよもうんうん、<laughs> だからあのやっぱりカニ座っていうその自分の中のあの一番こう本当は外に出したら、うん、なんか攻撃されちゃって怖いんじゃないかなって思うようなところまで、うん、こうそれも素直に出せるようになってからいすごく こう肩の力抜けてそうです、ね、肩の力抜いてこうやれるようになる、虚勢を張らずに、うんうん、生きていけるようになったから、仕事とかはもうそうですね。うん、そうすると、なんか仕事とかも変わってきましたか、うん、あもう全然変わりましたね、こうやっぱりそのうんといかに人の役に立てるかっていうところが、まず一番初めに来る、優先順位がここになったんですよね。うんうん、今までではお金だったんです <laughs> ビジネスで成功してをスケールするっていうところが目標だったんですけどあ優先順位高かったんですけど今は僕の持ってるこういったスキルでどれだけの人をこうあのお役に立てるのかなっていうじゃあこのお役に立てることを情報化しようコンテンツ化しようとかっていうあの元のそのうんどうつうのかな 全線が違ってきたんですよね、仕事に対するモチベーションの。それを教えていただいたのは、やっぱりはるみさんとこう出会って、はるみさんから教えていただいたんですはい、私もたくさんおせ教えていただいてお世話になってますから、いいうん、で先生、これからね、あのちょっとあのえっとこの4月の、ね、12日にね、すごいことが起こるんですよ、1>, はい、1万年に1回ので。で、まあ、今、あんまり詳しくは言いませんけど、うん、先生もすごいアクティベーション来ますからね。うん、あの さんがそうこう教えていただいてあの今着々と準備してる先生準備してる本当にすごいですからねからねっていうのを毎回毎回こうねあの教えてもらってるんで一生懸命今準備してる最中ですよねはいはいあのあの金星と木星がね1ハウスにあるから先生本当にあのとってもラッキーなエネルギーを持ってるしょん自分を本当に大きくこうできる。ああののうんでもえっと 本当にあの素敵なこれからもうすぐここにノードっていうのが来てね先生のここのね重複発数ずっと来てですねもうこれから2年3年ぐらいがすごい大きな大きな導きますからあのきっと先生本当にたくさんの人の。 多の、あの、ロールモデルになって、引っ張ってたけど、お役目がありますから、はい、これからも頑張ってください。<laughs> で、ね、でも、私のことも忘れずに、よろしくお願いします。みんな先生の、<laughs> 先生の、あのおかげで、ああいうカンフェタブルに、えー、あの、仕事ができてるんで。あの、受講できてるんで。そうですね、本当、あの、はるみさんとこう、出会、出会えたこと。 で、アストロージーと、こうあの、まあ、とりあえず接触してるわけじゃないですか、僕も。<laughs> それが、あの、本当に幸せだと思いますラッキーだったと思いますね。このアストロージーがなかったら、この先の人生の未来の予想が全くできないまま、うん、真っ暗なまま進むっていうのは、やっぱ結構きついと思うんですよ。ただ先があるる程度見えてるから あの準備することもできるし、そうですね。先生の場合はね、まだアストロジーが全部わかるわけじゃないけど、もう全然わかんない私が言ったこと、あ、そうなんだって言って、まあまああの素直さはあの持ってるんでね。そうそうそう先生すっごい素直だもん。あのあの本当に無邪気な子供みたいなところがあって、そこが先生の最高のなんかあれですよね。いやそうですあのあの魅力ですよね。でもこうやってアストロジーにこう出会える人たちをやっぱりその はるみさんにこう、出会わせたいっていう思いがあるんですよね、僕も。<laughs> ありがとうございます。あの、変わったから。分かんなくても、か、変われるっていうか。うん。だ、このアストロージーによって、その人生変われる、または、まあ、ちょっと苦しんでいらっしゃる方は。楽になるとか。うん、自分と向き合う、いいツールですよね。ねよねはい。で、今ま,でまあ、過去の、<laughs> あの。いろんな体験、苦しかったこととかも。 結局、無駄じゃなかったって、今わかるんですよね。そうですね、うん、本当ですね。うん。ああ、どうも先生、ありがとうございました。お忙しいところ。はい。じゃあ、これからもどうぞよろしくお願いします。いやこちらこそよろしくお願いします。<laughs> はい、はい、どうもありがとうございました。はい、失礼します。